今回やっていくのはね、ちょっと懲りずにまたやります。アリンコの巣にゆかりのゾンビをぶち込むで、裏に送ろうかなと思います。いや、これが刺さるかどうかわかんないですけどね。フリースペースに出してあげてゾンビ流せれば、大型もかなり引き目で使わせられるんじゃないかなと思いまして、もしくはフリースペのね、流れるうちに大型進撃もね、切らせられるんじゃないかと思いまして、これで裏のキャラにね、増殖させるのもいいんですけど、増殖じゃなくてもいいのかなみたいな。あとは流れてくる敵のキャラがいれば、すごい白前まで引っ張って増やして、アリンコを最前線に置いてゾンビをそこに踏ませるとかもうできるかなと思いますんで、やっていきたいと思います。よかったらね、皆さん、最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではやっていきます。よし、やっていきましょうか。アリンコね、リベンジですね。ちょっとうまく使えてないんでね、どううまく使うのがいいのか分かってないから、まずまあ多分キラービーとかね、ケルベとかそういうキャラと合わせると強いとは思うんですけど、ミノタウロス、お、トロール UFO できるぞ。あ、これトロール UFO できるってことは、トロール飛ばしてアリンコで送って UFO で回収ってできるのかな。いや、できねえな。それやっちゃってもどっか飛んでっちゃうもんな、遠くまで。普通にトロール UFO やることになるな。第1取れればリリス、第1取れればあれですね、第3にアリンコ飛ばしましょう。ユカリンが撃ってくれるでしょう。任しておいて、鳥でマジキツオマーマンなんだけど、さあトロールは切る。やめてー、おしこさん殺さないで、やだー。これマジで相手のキャラきついんだけど、みんな言っちゃおう。スキル打て、お前がスキル打てば全て解決する。そうだ、ドーン。さあユカリンにナイスゾンビ、素晴らしい。でもなんかすげえ手前だな。どうしようこれ。爆王子に触られてしまいますが、いい位置。あ、取られてる。ん？ゾンビかなんか帰ってきたぞ。違うだろゾンビ、そういうことじゃないだろ。ゾンビー、あ、なんかダメージ入ってる。でもキャラいねえんだよな、どうしようって感じ。あれ撃とうかな、ボスねえけど撃とう。もうキャラがあとカマキリしかいないから。いや、それリリスそこだったのかな、本当に倒せないぞそれきっと。最前線切った方が攻めるなんじゃないか。怪しい流れが、怪しい空気がありますが、あ、もう倒そう。おお、爆発強。てか相手何体いんのあれ。ありがとう、任せた。もうキャラもコストもね、どうしましょうかね。まさかはナイスなんだけど、ダメージが入ってる、さりげなく。ナイス。さあ剣士取られはしますが、ここから大砲貯めればワンチャン間に合うかな。俺が大砲撃つか。ここは大砲をとりあえずまばらに撃っていこう。いや、大砲これ間に合わないかもしれないな。どうだろう。ユカリンが上に打つそうなんで、自分はひたすら下に打ちましょう。いや、間に合う、これギリギリ間に合う。あぶねー、セーフ。これゾンビ送ったのが、多分ダメージ入ったじゃないの。違うか、ゾンビ入ってないのか。トロールか。え、トロール、トロールって死んでたよ。これもわかんない。カマキリかもしれない。うん、学校時間で。よし、やっていきましょうか。企画をですね、変えました。トロールじゃねえ、ゾンビ全部巣穴に入れます。何があっても入れます。何があっても入れます。失敗しない限りは、何があっても入れます。オーバイキンバッチ、サイクロプス。
何があってもぶっ込もう、ゾンビを。ユカリン、さあアリの巣潜ってもらってどこまで行く。さあ正面、ど正面。ああマイクが行った。お前どこに行ってんの、そこで何するの、一体そこで一体何をするの、何がしたいの。ロックマンを送ったのにバイクが行く。ユカリンがずっと爆笑している。ロックマンを送りたいんだけどエルフが入りそう。大丈夫、さあロックマン送れ。そしてロックマン頑張れ、スキルを打つんだ。そうだ、そういうことだ。下やばそう、下引っ張ってゾンビじゃね。いや下引っ張ってゾンビ置いて、こういうことよ。さあ行ってこい、おすげえとこ行った。まっ取りてやべ。さあゾンビが行く、さあ行ってこいゾンビ。お困ってるゾンビ、ゾンビ困ってる、ゾンビ困ってる、ゾンビ困ってる、あれ絶対ゾンビ困ってる。わあちょっとめんどくさいな、あそこサイクル行っちゃおうかな。ノームいるからな、ダメか。ユカリンウォーターなんだろう、悪縁だった、流れてる。アリンコ全部使い切った。ああそれうまい、その悪縁うまい、押し出してワンチャン取れる。あーでもいっぱい出してきてないでも。じゃここはサイクロプス行きましょう。ここトロール、サイクロのビームで、サイクロのビームで、さあトロール、トロール頑張れ、トロール頑張れ、止まんないぞお前は、止まるんじゃねえぞトロール、止まるんじゃねえぞ。そうだトロール、もう飛び切ったから無理、うちのおなら3回までだから、うちのおならは3回まで。さあとお、なんかこれ行くんじゃないの普通に。てかサイクロプスよかった、ま、我慢してよかったわ。てか多くいすぎなんだけど、2人持ちか。あれこれサイクロ死んだんだけど隙間がねえさあスケが頑張ってる、ロックマンも頑張ってる、ロックマン死にそう。あロックマン死んでいく、ゾネス頑張ってる、おーしナイス、あっこれギリギリのギリや、ナイス。ゾンビアリンコ強かったマジでアリンコの位置神だったでしょ今、絶対止めようがなかったねあれね。いいね、しかもアリンコマシくるか。よっしゃやっていきましょうか。今アリンコにゾンビマジで決まりましたね。これをこれこれを決めたいのよ、全部入れよう、ゾンビ全部打ち込もう。さあ何アリンコのスキル名って何、アリノス、全然知らないんだよな。ゼウス、さあユカリンがクラーケン、まあでも大型は一応引いてるんですね。相手ノームとゼウスだったな。まあノームに頑張って当ててもらって、でマンドラがいるんでマンドラをうまく埋めたいところですね。でユカリンが一発打ってくれると思うので自分も一発打ちましょうか。さあこれを壊せれば最高、 OK 偉い、マジでそれは偉い。そしてアリンコ出して、銃剣士は偉い、強い。でアリンコ取ってもらいましょうね。なるほどね、めっちゃ近ん、潜ったもしかして、まあ、ん、いっか相手も、お、どうした、イカ対イカが勃発しそう。スキルでユカリンの相手のイカも弱いぞこれ、相手のイカも多分感じるだぞ。ユカリンのスキル打たねえな、打たねえな。でもなんかいい感じに削ってんの笑うんだけど、めちゃ削れてる。さあマンドラ埋まりましたね。でこれがホックスと、さてこれ引っ張りたいですね。
うわ、ゼウスかな、さすがに。さあ、イカズチ。さあ、ユカリン。出番だぞ、そろそろ。おっと、まさかの。さあ、潜ってけ。コストがなくて、ゼウスに対してロボ、あ、トレント、トレントじゃない、なんだっけ。トロールだ。トレントもトロールも似てるんだよ。ん？あれ、ゾンビは？あ、行ったわ。オッケーオッケー。じゃあ俺もトロール入れよう。せっ。あ、これトロール1行ったじゃないの？もしかしたら。行ってない？もしかして。取ってるよ。うわー、やらかしたでしょ、これ。うわー。あ。あー。ユカリン超楽しそう。虹ゾンビ引けてるし、砂倒したゾンビが頑張ってるし。よし、ナイス。よし、やっていきましょう。ユカリンがね、虹ゾンビね、引いて喜んでるんで、もう一回引いてもらいましょうか。アリンコめっちゃ楽しい。でもマジでむずい。よくわからんすね。活躍してるのかどうかわかんない。これ移動させる必要あったのみたいな感じのあれがある。フリスペ出すってよりはなんか前線でごちゃごちゃしてるとこで出した方が強い気もするんだけどな。さあやっていきましょうか。ユカリが確かね、リーダーバサカかな、リリースなので。リリースしかも金バッチ、へえ。打ちましょうか、大砲。あ、いらんな。バサカが頑張れるかどうかってことなんですけど、バサカが頑張ってねえわ。だね、さあ、あられは行きましょうか。これ、あられ入るんじゃないの、砂が。入んねば、おう、入るぞ。おう、入った。これどうしましょうかね、かなりきついですけど。さあ、無茶砲でどかしはするけど。あ、ノイス、熟練者ね、なんだっけ。後ろマジ基地、バルキューしましょう。ナイス、取ってる。ハイパー取ってる。チュビドラが地道に頑張ってるよ。どうせレドがいるんで、もうバルキリーを。後ろに置きました。これ、キメラ置きますね。このタイミング。あ、取られたらまずい。けど、やりきってはいる。から、この位置のキメラが結構やらしい仕事をするんじゃないでしょうかと思ったんだけど、相手もキメラを瞬殺しに来る。さすがにやられますね。あ、でも頑張ってる、キメラ。惜しい。どうしましょうかね。これさ、ウィスペじゃないの、もしかしたら。ウィスペ準備じゃないの。まあ、まだダメだ。あの人と行っちゃう。さあ、ここしっかり倒していこう。で、チビドラ行ってゾンビ潜らしたけど、それまだ、あ、オッケー。そうそう、リカリン、リリースの出番だ、これは。トロールを出したけどって感じ。もうキャラがいね。ナイス、奥。頼む、頑張って、お前ら。もう一回、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 違うだろー。お、大砲は撃った。ゾンビは行ってるけど、裏が止まんねえんだよな、これ。チビフォアは倒した、あれも倒した。これは俺が後ろ見て、ユカリのゾンビにとバサカに頑張ってもらう。そんな感じか。でもコス足りないかもな、これ。コス足りねえな、下見てほしいな。いや、足りねえか。上も、上もきついぞ。さあ、下倒しきったけど上がきつい。ナイス、ネズミ。あー、ずれてるネズミ。あ、どっちにしろゾンビ死んでるわ。しゃない。よし、アリノスで。アリノスね、ちょっとワンチャン重ね出しも強いんじゃないかな、最近思ってるんですよ。最近とか言って今日出たばっかだけど。よし、やっていきましょうか。
アリの巣に入れるキャラがいない。ペンギン、ヒュドラね。あ、で俺がヴィーナスと。エルフ、ナメコ、壁がいないですね。困ったな。とりあえず打っていきましょう。まず砦が欲しいといった具合なんですが、バカがいるね。さて、なんか出てきてますが、全く活躍してるそぶりがないんですが、いかがでしょうか。ナイススクリーム、さあ崩り回収、素晴らしい。なんか地面に削ってる。やばい、ちょっと潜った、死んだけど、死んだけど潜った。さあ果たして頑張っているのでしょうか。あと1体しかいませんね。しかも愉快にヒドラか。俺ナスなんだよな。あのゆかにがナスじゃない、ヒドラを出していいと聞いてますが、マガ出します。さあヒドラが出てくる。あそこシャークいるんだもんな。あそこシャークいると切れないよな。うわお、まさかの。マイマイを切ってますが、あのマイマイは通らないでしょう。うわお。さあ、こうナス行きましょう、とりあえず。もう無理なんで。どうしようもないんで。あとはユカリンゾンビが入っていく。ユカリンゾンビが裏を抜けていく。さあ、このゾンビがどう活躍するのか。こうご期待。あれゾンビマジで活躍するんじゃないこれ。ワンちゃん。あれこれゾンビマジであるんじゃない。あれこれゾンビあるんじゃない。あれ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 、うわ、なんでニヤニヤしてんの。ゾンビ活躍したね。大型ぶち抜いたね。へえ。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。今回ね、ユカリンゾンビとアリンコのコンボやったんですけど、必ず送るっていうね。なんか結構勝ったよね。4勝1敗多分そうだよね。アリンコ強いのかマジで分かんなくね、うん、よく分かんない。結果的に何回やってもよく分かんないキャラでした。ただね、虹ゾンビ送ったのはマジ楽しかったね。うん、というわけで今回もね、ご視聴ありがとうございました。よかったらね、皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。